今回のふるさと田んぼ歩き人では、坂出市大越町周辺の大崎の花や五色台ビジターセンターを巡ります。最初にご紹介するのは、坂出駅から車で約20分のところにある大崎の花です。瀬戸内海で幅約9キロと最も狭い海峡で、坂出川五色台の発端に突き出たのが大崎の花です。ここから見えるおむすび型の島、大槌島、小槌島はいずれも無人島です。2島は土の戸の瀬戸と呼ばれ、本州と四国が最も接近した海域にあることなどから、古くから良い漁場として知られています。また坂出市内から大崎の花までの道路は、瀬戸内海の景色を眺めながらドライブコースとして楽しめます。続いてご紹介するのは、五色台の大崎山園地に展示されている流れ正幸の彫刻作品、また気前です。また気前は香川県の方言で、また来てくださいの意味。瀬戸内の島々をまたいで歩く姿を表現しています。周辺の自然も素晴らしく、五色台周辺は瀬戸内海国立公園になっています。また気前の背景には、瀬戸内海を一望でき、時間とともに様々な表情を見ることができます。また夕日のスポットとしてもおすすめです。最後にご紹介するのは、五色台ビジターセンターです。まずですね、こちらの五色台ビジターセンターなんですけれども、本当に山の上にあるような施設だと思うんですが、どんな施設になりますか？はい、そうですね、基本的には、瀬戸内海国立公園の五色台地区にありますビジターセンターということで、五色台の自然を紹介する、でまたその、紹介するだけではなくてね、実際に森の中を一緒に歩かせてもらったり、定期的に、体験教室っていう名で、イベントなんかも提供させてもらってます。知るだけじゃなくて体験できるっていうのがすごくいいところですね。そうですね、はい。でまずですね、こちらのビジターセンターの中の常設展示についてお話をお伺いしたいと思うんですが、はい、どんなものを展示されてますか？常設で言いますと、まず入り口から入ってきていただきましたら、まず五色台ってどういうところなんだろうということで、五色台の成り立ちですね、はい、五色台っていうこの山がどんな風にできたのか、でどんな風な構造になっているのかということを知っていただく、地形地質関係の展示、はい、そこから始まりまして、そういった地形地質の上にどんな森ができてて、どんな生き物が暮らしているかっていうのを知ってもらうような、常設展示になっております。その他にはどんな展示ありますか？あとは ご家族連れでね、お越し、はい、くださる方も多いので、小さいお子様でも楽しんでいただけるような、キッズコーナーって言ったらちょっと、言葉があれかもしれませんけどもね、お絵かきしてもらったり、ちょっとしたクイズを楽しんでもらったり、はい、でまた竹馬とか、はい、輪投げ、これも竹とか植物のつるなんかを使った自然素材を使ったおもちゃといいますかね、もできますし、あとは香川県産のヒノキを使用したクラフトですね、キットになってますけども、小物入れとか、そういったものクラフトも楽しんでいただけます。大人だけじゃなくて子どもたちも家族みんなで楽しめる施設なんですね。そうですね、はい。その他にですね、特別の企画展などもあるようですが、はい、ちょうど今夏の特別企画展ということで、はい、豪華2本立てで、はい、一つは私 の背景にあります、身近な植物のね、面白い暮らしぶりを知っていただく、展示
と、もう一つはちょっとあまり馴染みのない生き物なんですけども、はい、変形菌っていう不思議な生き物の、まあ、香川における状況を紹介する2本立ての展示で今やっております。変形菌っていうのを展示されてるのって非常に珍しいそうですね。そうみたいですね、はい。今回は特別企画展でちょっと大きな場所を取ってますけども、はい、企画展のないとこでもね、常設コーナーでも少し場所を取って、写真とか現物標本とかを展示させてもらってます。実際にこう目で見ることができるそうですね。そうですね、はい。なんと今回の企画展変形菌コーナーでは、はい、実体顕微鏡という、はい、秘密兵器も用意してございますので、なるほど、拡大して大きく見ていただくことができます。はい。その他にですね、このビジターセンターの外のいろんな施設もありますけれども、はい、どういった施設あるんですか？校外学習とかね、まあ、自然を愛する団体様なんかにご利用していただけるクラフトハウスっていう、はい、建物がこのビジターセンターとは別の場所に、まあ、歩いてもまあ5分ぐらいなんですけども、はい、そこに立ってます。はい。そこでは校外学習ですと、まあ、児童生徒さん向けの、まあ、環境学習プログラムの提供だったり、はい、であとは県内のね、そういった自然観察の団体なんかが、うん、ご自分たちの活動で使っていただいたりしております。まあ、自然の中にそういった施設があるっていうのはありがたいことですよね。そうですね、はい。まあ、そこまで通じる道の方も遊歩道として楽しめるそうですね。そうですね、ビジターセンターからそのクラフトハウスまでは、まあ、木道木で作った道がずっとありまして、で傾斜もね、ちゃんと計算されたバリアフリーといいますかね、車椅子の方でも安心して使っていただけるような構造になっております。なかなか森の中を歩くっていうと大変ですけれども、はい、そうやってね、こう整備された中を歩いて森の中を楽しむっていうのはいいですよね。そうですね、はい。でさらにリクエストをいただきましたら、うん、私どもの職員が森歩きっていう形で、はい、整備された木道から、うん、さらにちょっとアドベンチャーチックな、はい、森の中の自然観察路ご案内もさせていただいてます。まあ、スケジュールとかね、カレンダーによるということなので、はい、そのあたりお確かめの上、ご予約が必要なんですかね？土曜日、日曜日は定時でスタートでやっております。はい。で、平日もね、私どもの対応が可能な日は、はい、カレンダーにマークをつけておりますので、うん、事前にお問い合わせいただければ、できうる限り対応させていただきます。それではですね、最後に曽根さんの方からテレビを見てるね、皆さんに一言メッセージお願いできますか？はい。五色台ビジターセンター、まあ、お山の上にあって、うん、なかなかね、高松からも坂出からもちょっと時間かかるんですけどもね、はい、来ていただきさえすれば、うん、目いっぱい楽しんでいただける自然がありますし、こちらの方にも目いっぱい楽しんでいただけるようなプログラムの用意もありますので、はい、ぜひお気軽にこの五色台ビジターセンターまで遊びに来ていただければと思います。最後に今回ご紹介したスポットのおさらいです。五色台ビジターセンターについてです。瀬戸中央自動車道栄出北インターチェンジから讃岐浜街道を高松方面に直進し、県道16号線を左折、大崎の花方面へ直進した後、旧家村讃岐五色台の標識に従って進んでください。無料駐車場が約100台分あります。それでは今回のふるさと田んぼ歩き人いかがでしたか？今回は栄出市大越町周辺をご紹介しました。昔の写真や動画、そして懐かしいエピソードなどありましたら FM さんまでご連絡ください。番組内で紹介したいと思います。それでは次回も栄出市宇多津町内のどこかの町を紹介します。お楽しみに。